1週間の地震についてお伝えする週刊地震情報です。国内ではこの期間甚大な被害を出す地震が発生をしました。まずこちらの図をご覧ください。こちらは7日午前10時までの1週間に発生した体に感じる地震の震源をプロットしたものになるんですけれども、この期間最も大きかったのはこちら1日に発生をしました石川県能登地方の地震、令和6年能登半島地震となります。でこの赤い丸印、この体に感じる地震多発しておりますけれども、この1週間でこの能登地方付近で起きた体に感じる地震は実に1100回を超えている状況になります。でその1日の地震の震度の分布です。地震が発生しましたのが1日の16時10分ごろ、マグニチュードが 7.6、 震源の深さが16キロと浅い場所で発生した大地震ということになります。この地震で石川県の志賀町で震度7、その他石川県の七尾市や輪島市、珠洲市などで震度6強のほか、新潟県長岡市でも震度6弱を観測するなど、ほぼ全国で揺れを観測したということになります。この日本付近の浅い場所で起きる地震でのマグニチュード 7.5 以上は、東日本大震災を引き起こした2011年の一連の活動以来、およそ13年ぶりのこととなります。このような浅い場所で起きた大きな地震だったということもありまして、津波も発生をしております。実際に観測された津波の高さは輪島港で 1.2 メートル以上となっているんですけれども、国土地理院によります空中写真の判読では珠洲市を中心に広い範囲が津波によって浸水したというふうに見られます。そしてこちら能登半島付近の地震活動を表した図になるんですが、この能登半島付近、2020年の12月から、体に感じない地震も含めて、多数の地震が起きる状況となっていました。群発地震活動があったんですけども、2023年まではこの地震の震源の広がりはだいたいおよそ30キロ四方の範囲だったの、範囲内に入っていたのに対して、今回の地震は北東から南西方向に向かっておよそ150キロに及ぶような大変広大なエリアの岩盤が破壊されたものとみられます。この地震のエネルギー、去年までの最も大きかった地震はマグニチュード 6.5 というのがあったんですけども、今回はマグニチュード 7.6 と、大体エネルギーの比較にすると40倍以上ということになります。そしてこのエリアでの被害の状況ですね、こちらはウェザーニュースのサポーターの皆様からいただいたご報告、主なものをプロットしたものになります。ご覧の通り、非常に強い揺れに見舞われました能登半島、青い丸印の周辺で家屋全壊といったご報告複数ありましたし、今回は新潟県内でもかなりの被害が出ております。新潟市付近でも周辺で家屋の一部損壊が見られるなど、広域にわたって被害影響が出ているというのが特徴となります。このように家屋被害がかなり広範囲に及んでいるということになりますので、今後予想される余震ですとか今後の大雪によって新たに家屋が損壊する部分が出てくる恐れもあるため、引き続き注意警戒が必要となります。そして今後の予想されることになるんですが、こちらがですね、能登半島付近の地震活動を示したものになります。縦軸がマグニチュードです。で横軸が日付を示しておりまして、この赤い丸印一つ一つが地震を示しております。でこのように丸印が上に行くほど大きな地震が起きているということを示しているんですけども、この青い点線の範囲、マグニチュード4から6のこの地震発生は、最初の地震直後は多発しておりました。で時間が経つごとに少しずつ規模も縮小しつつ、数の方も若干減ってきてはいるんですけども、まだ時折マグニチュード5以上の地震が起きているような状況となっております。でこの後この能登半島付近は最初の地震があまりにも大きかったということもありまして、まだ比較的長期間にわたって大きい地震が発生をする可能性があります。過去の事例を見ますと、日本海で起きた同じくマグニチュード7クラス後半の83年の日本海中部地震ですとか、93年の北海道南西沖地震では
の最初の地震からだいたい1ヶ月後に最も大きい余震が来たといった事例があります。まあ、今回についても地震活動かなり長引く可能性がありますので、引き続き強い揺れに対しての警戒が必要となります。そして今度は海外の地震ですね。こちらは USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード 4.5 以上の地震の震源をプロットしたものになります。この1週間ですけれども、マグニチュード6以上の地震は日本付近のその能登半島の地震ということになります。 USGS は1月1日16時10分の地震をマグニチュード 7.5 というふうに計算をしております。でそれ以外の世界各地で見ますと、まあ、強いものでマグニチュード 5.5 前後の規模というものがあるんですけれども、それほど大きな地震はこの期間は発生をしませんでした。この1週間で見た場合、地球規模で見ても能登半島の地震活動が非常に顕著だったということがわかります。最新の国内の地震情報ですとか海外の地震に関するニュースについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。